アリョーナです。で今日はですね、青森県民が勧める魚が美味しいお店に旅に来ました。風強いですね。後ろがもう海なんですよ。で今日のお店はこちらですね。内装も可愛くてですね、全部船のシール、本マグロ、本マグロ、本マグロ、全部本マグロ、すごいね。実は天井もそう。そこも全部そうだね。本当にこれはすごいね。美味しそうなメニューはいっぱいありましたけど、まあ、1個だけちょっとね、格のものがあったのでそこまで悩まないで頼んじゃいました。そろそろ来るかな。あー、来ました。わ、すごいなこれ。でっかい、そして豪華。では早速このめちゃくちゃ豪華な丼を食べたいと思います。しかし量がすごいね、特にマグロで、ウニもすごい、うん、醤油もいくつかあるんですけど、これは、うん、ワクチンっていうのかな、これつけたいと思います。めっちゃ新鮮、おいしい。いくらもめちゃくちゃおいしい。普段からそんないくらとか食べないんですけど、やっぱこういう場所来るとね、食べたくなるよね。本当にうまい。で、じゃあ何今食べてみようかな。なんかこのお店のバージョンはもう何の添加物も何も使わないで、もう生のウニらしいんですね。めっちゃ甘い。甘いし、なんかとろけちゃう。本当にこれウニ？すごいんですけど。いや、東京帰ったらもう絶対ウニ食べれないわ。なんかこれすごいんですけど。私ウニをもともとは食べれなかったんですけど、3年前に初めて青森に来て、ちょうど同じく冬で食べてみてですね、ウニってこんな美味しいのって実は人生で初めて思ったんですよ。で今年もね来て食べて、やはり青森ならウニもめっちゃうまいと改めて思いました。じゃあ思い切って食べようか。で希少性が高くなる。めっちゃ美味しい。
Да. Это тунец, морской тунец. Правда, он сладенький. Ну, то не амай, куре. Токио но са, нанка, доку кара китэр, то вакан най кедо. То ли айз, уми ксак дэ, атай дня ги. Куре, зэнзи уми ксак дэ, ищи. Да. Куре, я пари ойши. Аташи мо хонто сон ку. しちゃいました。結構な量ですね、これは。私がまあタンパク質多いから平気なんじゃないと思ったんですけど、意外とすごい量でしたね。はい、で、トリプル丼でしたけど、ウニもマグロもイクラもこれもすごく美味しくて、すごく新鮮で、青森でですね、3,850円、ちょっと高い値段なんですけど、多分この味を東京で食べようと思うと1万円ぐらい、それぐらいしちゃうんじゃないかなと思います。いや、すごく美味しかった次また青森来たらまた海食べないとね。本当に逆に東京帰ったらもう食べれないんじゃないかなと思います。今日は最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。